なんせなかなか空港から空港から遠いもんですから。その北の方にも先生の視線とかも入ったり、市内にも行ったり。承知の通り、大分には防衛省の OB の方もおられまして、自民党の方さん、岩屋さん、中津の新海さんはですね、私、もう、外務省にいるときに新海さんが防衛省で親しくて、同じ、フレッチャースクールって言ってボスに行って、一緒に出た仲間で、まあ、今日は本当に貴重な時間いただきまして、また本当にね、自衛隊の2人がですね、すごく希望を使って日本の最後のことをね、こうやって信頼を勝ってですね、最後だけになって非常に協力していただきたいなと思います。いや、くすまんなんですね、西の最大にですね、演習地がありまして、はい、まあ、その演習地ってのはその5000ヘクタールがあるんですけど、その時に4000ヘクタールですね、つまり行政というので、昭和32年からですね、クス中東地がありまして、クス中東地ですね、まあ、後々ちょっと渡してますけど、町づくりの中に登場の共演ですね、現代が来たと思います。で、今年55周年ですね、中東地の記念祭になって、特に特徴的なんですね、中東地から練習場までですね、県道と長路を取ってですね、約3キロぐらいですね、長路を取って、こう、クスの中東地は戦車部隊になって、それはもういろいろご迷惑をかけてますね。それは申し訳ないことですね。戦車部隊がですね、その長道と県道ですね、約 2.8 キロぐらい通っていくんですね。日本でも非常に珍しいですね、立ち位置になるんですね、演習場があります。かつですね、その戦車道を一般県道国道を通っていくという状況ですね。まあ、その中においてですね、非常に本当の街づくりの中に自衛隊の方が協力していただいて、もう引きな例なんですけど、先週祇園大祭という大きな祭り、その時ですね、8000の大隊長がですね、実際こう祇園の山を温めてほしくなって、それだけ協力していただいて、そうですか、いや、非常に街づくりですね。で、その中においてですね、戦車道がありますし、まあ、基地もあるということで、住民の皆さんの安全安心もいろいろこうあらゆる面でやっていただいてるんですけど、まあ、そこの中においてちょっと今日要望書ですね、無責任、そんなちょっと簡単にご説明させていただきますけど、一つはですね、隊員がですね、戦車部隊が少なくなるということで、隊員が削減されるんですね。で、まあ、隊員削減されると、福島県にとって、兵隊も含めてあまり良くないということで、隊員の削減をですね、どうかする、まあ、これ決まったことであるかと思いますけど、それに代わるですね、新規部隊でもどうかいただければということです。それと、まあ、先ほど申しましたですね、戦車道がありますから、まあ、戦車が通ってですね、あるいは粉塵とか、騒音でありますから、それについてですね、もう新たなその戦車道の構想まで、先生もいろいろご尽力されまして、まあ、構想になってます。なるほど。それの実現と、はい、そして今度は日米共同訓練が8月19日からで、はい、その中においてですね、104号線越えで、5年のうち4年になりました。今年度はないことだと思うんですけど、日米共同訓練になります。はい、で、まあ、住民にすればですね、まあ、海兵隊の方がですね、これは4号線越えと、まあ、日米共同訓練でも、基本的に考えは一緒なんですね。だからそれにつきましてですね、まあ、安全とか用途を確保する意味ですね、まあ、ちょっと変な話で、まあ、特別航空とか、そういうのを、まあ、ちょっとこう、こうやってみたと。それとあとですね、ここに書いているということですが、防音につきましてですね、移転地域がありまして、防音は、移転地域は防音になっているんですけど、着弾地の方がですね、移転地域がないんですよ。まあ、そこをその防音の範囲を広げていただくか、まあ、着弾地のところをですね、現地にしていただければということです。まあ、大体主なことはよくなるほど、ね、ちょっと渡して、それはどうもありがとうございます。それはもう確かに。よろしくお願いします。どうも。いや、もう本当、わざわざ置いていただきまして、多分、我が方、自衛隊の方が、むしろ、町に大変お世話に、日頃からなっているんだろうと思いますが、戦車道については、いわゆる別の道を、どうやって作るかということを具体的に検討させていただいていると思います。あとは細かい点は局長が、はい、お伺いしまして、具体的にお話しさせていただくと思います。大変本当にありがとうございます。丁寧に見させていただきます。そしてこれがですね、楠町で作りましたですね、楠町自衛隊協力会で私一応会長させていただいて、あ、そうなんですか。これはですね、
でこういうですね、クスマチはですね、その動画の時クルスマって金子先生の生誕の地でございまして、はい、まあ、ここもちょっと動画のこういうタイトルですけど、クスマチ自衛隊と自衛隊ともにある町クスマチということです。これは町内のこれを話していただいたという状況ですね。自衛隊とは非常にですね、共存ベースというところを。いやいや、もう本当これはありがたいことです。もう本当に、なかなか全体として自衛隊の規模だとか人員とかっていうのはなかなか厳しくて格段に、こう増えるという、ね、状態になかなかならない中で、非常に盛況な部隊をどうやってこう維持していくかっていうのは大きな対象で、もう皆様にご迷惑をかけながらも、街でこう受け入れていただいて一緒にいろんなことを進めさせていただいているというのは大変ありがたいと思いますし、我が方としてできることがあれば